メイン大学オロノはアメリカ合衆国メイン州中央部ペノブスコット郡に位置する町。州中央部の主要都市番号の北東高 12km に位置する。人口は9112人。町はメイン大学がキャンパスを構える大学長として知られている。町名は周辺一帯のネイティブアメリカン、ペノブスコット族の主張であったジョーセフオロノにちなんでいる。 オロノの歴史は1774年に遡ることができる。その年、ジェレミア・コレバーンとジョシュア・アイヤーズの二人はこの地に入植地を建設した。当時はマサチューセッツ州の管轄下にあった。ついで、ジョン・マーシュはコレバーンとアイヤーズの入植地の近くを流れるペノブスコット川の中州に入植した。このことから、この中州はマーシュ島と名付けられた。 1806年3月12日には、オロノは正式な町になった。1808年頃、スコットランド出身のジョン・ベノックとアンドリュー・ウェブスターは、この一帯に有していた広大な土地を利用し、現在の町域にあたる地域にプランテーションを作った。このプランテーションは、スティル・ウォーターと名付けられた。やがてこの近辺に住んでいた、ネイティブアメリカンのペノブ・スコット族の主張で、 独立戦争において目覚ましい活躍をしたジェセフ・オロノにちなんでオロノと解明された。1820年にはメイン州がマサチューセッツ州から分離して州に昇格した。この頃のオロノは農業によって支えられていた。やがて1862年南北戦争の最中に当時の大統領エイブラハム・リンカーンはオロノに州立のランドグラント大学の創設を決定した。 3年後の1865年にはメイン周発の州立大学、私立を含めても4校目の大学としてメイン農業、機械大学が創設された。キャンパスは当時の町の中心から 1.6km 離れたマーシュ島に作られた。創立から3年後の1868年9月21日に大学は開校した。この大学は1897年に 現在のメイン大学に改称された。大学ができたことにより若者がこの町に集まるようになり、1870年には人口2888人を数えた。オロノのの置オロノは、北緯44度53分59秒成形68度40分28秒、北緯44.89972度成形68.67444度、 44.89972-68.67444に,44に位置している。番号の北東高1 2トルポートランドの北東約2 2 0トルボストンの北東約3 9 0トルに位置している。アメリカ合衆国統計局によると、オロの町は総面積5 1 2キロ平方メートルである。 そのうち4 7 2キロ平方メートルが陸地で4 1 k 平方メートルが水域である。総面積の7.94%が水域である。町はペノブスコット川の西岸に位置し、支流であるステルウォーター川では語れている。ダウンタウンはペノブスコット川とステルウォーター川に囲まれた中洲のマーシュ島と本土川の両方に広がっている。メイン大学は、 マーシュ島側に立地している。町の北約8キロメートルマーシュ島の北端には、オールドタウンの市営空港である、デウィットフィールドがある。同空港は、ジェネラルアビエーションと呼ばれる、自家用機及びチャーター機が、主に離着陸する空港であり、旅客機の定期便はない。オロノの気候は、典型的なニューイングランドの気候で、涼しく雨の多い夏と、寒さの厳しい冬に特徴を付けられる。 夏の平均気温は摂氏20度ほどである。冬は平均でも氷点下8度ほどで氷点下10度を下回ることも珍しくない。降水量は1年を通じてほぼ一定で年間1000ミリメートル程度である。冬の降雪量は月間50センチメートルにも達する。オロノはメイン大学がキャンパスを構える大学長である。メイン州ではベーツ大学。 ボーディン大学、コルビー大学の私立3校がよく知られているが、これら3校が少数精鋭性を取り、教養に力を入れるリベラルアーツカレッジであるのに、対し、このメイン大学は約1万1000人の学生を抱える、州立の中規模総合大学で、実学に力を入れている。特に創立以来からの伝統である工学の分野に、強く、経営学や森林学の分野でも知られている。 州期っての州立総合大学ということもあり、学生のほとんどはメイン州出身である。ライル・イー・リトル・フィールド干渉植物実験園内で、咲く花たメイン大学は、キャンパス内にある3つの植物園でも知られている。1934年に開園した、フェイ・ハイランド植物学プランテーションは、スティルウォーター川の河岸に約4万平方メートルの敷地を有し、 メイン州自生のものをはじめ、世界中のキモと植物が植えられている。ライルイーリトルフィールド干渉植物実験園は、植物園と研究所に分かれ、約6万5000平方メートルの敷地を有している。総本、キモと合わせて2500種の植物が栽培されており、特にリンゴ、ライラック、ツツ,ツジ、マグノリアのサンプルが豊富である。その近くには1400平方メートルの温室。 ロジャークラップ温室群が立っている。初期は3棟の温室からなり、それぞれ1924年、1928年、1932年に建てられた。1977年には改装され、温室が7棟になった。1980年には、同校の園芸学教授を長年務めた教授、ロジャークラップの名が付けられた。この温室では、 世界中の熱帯植物や砂漠植物が栽培され、特にバナナやサボテン、多肉植物のサンプルが豊富である。これら3つの植物園はメイン大学の研究、教育のために使われている部分を除いて一般に公開されている。メイン大学はオロノにおける文化面でも重要な位置を占めている。1986年に開館したメイン芸術センターはキャンパス内に立地する。 コンサートホールである。同館ではメイン大学の学生などによる各種演技芸術のほか全米最古のコミュニティオーケストラである番号シンフォーニーオーケストラの公演も行われている。同館内にはハドソン博物館もある。ハドソン博物館はネイティブアメリカンの歴史や芸術に関する展示物を揃えている。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。 基礎データ人、種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計、ありがとうございます。